トーマス・ムニエは、ベルギー王国リクサンブール州出身のサッカー選手。ボルシア・ドルトムント所属。ベルギー代表。ポジションはディフェンダー。2009年に R.E. ビルトンで、プロキャリアをスタートさせ、2011年の夏、クラブ・ブルッヘに移籍した。2016年7月3日、フランスのパリ・サンジェルマン FC に4年契約で移籍した。20年6月25日、 ブンデスリーガのボルシアドルトムントと4年契約を締結し、2020から21シーズンより加入することが発表された。ベルギー代表でのムニエベルギー代表として各年代でプレーし、2013年11月14日、コロンビア代表戦で A 代表デビューを果たした。2016年11月13日の2018、FIFA ワールドカップ予選。 エストニア戦で代表初得点を挙げた。2017年8月31日の同予選ジブラルタル戦でハットトリックを達成した。2018FIFA ワールドカップロシア大会決勝トーナメント1回戦の日本戦では、ナセルシャドリの決勝点をアシスト、累積警告で準決勝のフランス戦への出場を逃したが、3位決定戦のイングランド戦では先制点を決め、 ベルギーのワールドカップ3位に貢献した。ありがとうございます。